皆さんこんにちは。いつもご視聴いただきありがとうございます。これからハワイオアフ島でレンタカーを借りてドライブに挑戦しようと思っているあなた、今日はそんなあなたを応援するハワイドライブデビューの方向けの動画になります。ハワイ渡航歴11回、レンタカーでのハワイドライブ歴も11回の私、僕ハワの道夫が実際にハワイを運転した経験をもとに、オアフ島をドライブする上でどのような点に気をつけた方がいいか、また道はどのように覚えるのかといった初心者の方が知りたいであろう情報をできるだけ分かりやすくお伝えしてまいります。また保存版ということですので、ハワイに行く前に何度でも見ていただいて、ハワイドライブのイメージトレーニングの参考にしていただけたら嬉しいです。なお、チャンネル内にオアフ島を一周した時の車窓風景を4倍速で見るという動画もありますので、そちらと合わせて見ていただくと効果倍増だと思います。こちらの動画もぜひご覧ください。この動画を見ると、初めてハワイをドライブするときに気をつけたいポイントがわかり、オアフ島周遊ドライブをチャレンジしてみようという気分になります。またチャンネル内にはハワイ旅行動画、僕の好きなハワイをたくさん公開中です。今日初めてこのチャンネルを見てくださった方は、後でハワイの車窓風景がたくさん出てくる僕ハワシリーズをご覧になって、ハワイドライブのイメージを膨らませてもらえたら嬉しいです。どうぞ最後までご覧ください。では参りましょう。アルファセンスコンプリート。この動画は次のようなメニューで編集してあります。メニューをゆっくり見たい方は一時停止をしてご覧ください。ではこれから一つずつ解説していきます。まず最初に、この動画でオアフ島一周というのは反時計回りの一周するイメージで説明していきますので、あらかじめご了承ください。1、オアフ島の主な地名を覚えよう。まずはオアフ島を周遊ドライブするときに通る主要な町の地名を覚えましょう。ここで覚えておきたい地名は全部で7つです。ホノルル、ワイキキ、カイルア、カネオヘ、カフク、ハレイワ、ワヒアワです。では一つずついきます。ホノルル。ホノルルはハワイ州オアフ島にある最大の都市です。ハワイ旅行の玄関口になる空港、ダニエル K 井上空港、いわゆるホノルル空港がある都市になりますので、ハワイ旅行でオアフ島に行く場合必ず訪れる街です。ホノルル市の面積は結構広くて 177.2 平方キロメートルもあります。この地図を見ると分かりますが、こんなに広いんですね。そして花馬湾もホノルル市ってのが意外でびっくりしました。ちなみにホノルル市に近い日本の都市は栃木県の足利市 177.8 平方キロメートル、滋賀県近江八幡市 177.5 平方キロメートルがほぼ同じ面積です。ちなみに私、道夫が住んでいる静岡県御殿場市の面積は 194.6 平方キロメートルなので、ホノルル市より少し大きいですが結構近いですね。ということで、ここではホノルルはオアフ島最大の都市で、場所はこの辺にあるということを覚えておきましょう。はい、そして絶対外せないエリアがワイキキです。おそらくっていうか間違いなく、ハワイ旅行で滞在する人が一番多いエリアがここになります。そしてハワイ最大の繁華街のあるエリアもワイキキです。そんなワイキキはホノルル市の中にあるエリアになります。カイルア。カイルアはオアフ島東海岸エリアにある最大の都市になります。面積は 24.7 平方キロメートル、これはディズニーランドおよそ50個分に相当する広さです。またこのオアフ島東海岸エリアはウィンドワードエリアとも呼ばれています。なので今後ウィンドワードエリアと言われたらこの辺なのねと思ってください。カネオヘ。カネオヘはカイルアの隣にある町です。オアフ島一周ドライブをするのに道のレイアウトを覚えておいた方が良い町なので、カネオヘという地名を覚えておいてください。カフク。カフクはオアフ島最北にある小さな町です。ワイキキから一番遠い場所になります。
なので家福に到着したらオアフ島一周ドライブは中間地点まで来たということになります。また家福はハワイ B 級グルメの王様ガーリックシュリンプの聖地なので、このエリアにはガーリックシュリンプを売るたくさんのフードトラックがいい匂いを漂わせています。朝ワイキキを出発してランチはガーリックシュリンプのフードトラックで食べるなんていうプランも楽しいと思います。ハレイワ。ハレイワはオアフ島ノースショアエリアを代表する人口約5000人の小さな町です。ちなみにノースショアとは北海岸の意味で、オアフ島でいうと最北端のカフクポイントから最西端のライエポイントの間の海岸線を指します。ワヒアワ。ワヒアワはオアフ島内陸部に位置する町です。海に面する町が多いハワイですが、この町には海がありません。まあでも車で10分程度走れば海へ出れますけどね。ワヒアワはオアフ島一周ドライブで、またワイキキからノースエリアへ行くドライブコースでも通過する町ですし、H2 ハイウェイの終点でもある町なので位置を覚えておきましょう。2. レンタカーの借り方。以前の僕ハワで2017年がアラモアナレンタカー、2018年と2019年はダラレンタカーで借りていましたが、どちらも空港から少し離れた場所に事務所がありました。ところが2021年12月1日に空港施設内に大きなレンタカーの総合センターがオープンしました。この正式名はこう書きますが、僕はうまく読めませんので、ここは文明の力を借りたいと思います。ではどうぞ。 Consolidated Rent-A-Car Facility。 これを日本語に訳すと総合レンタカー施設になります。今はアラモアナレンタカー、ダラレンタカーもこちらのセンター内に事務所があります。営業するレンタカー会社は下記の通りです。ゆっくりご覧になりたい方は一時停止をしてご覧ください。予約は日本であらかじめしていくことをお勧めします。現地でのやり取りがスムースになりますし、何よりあらかじめ各レンタカー会社のサービスメニューや値段を調べることができて、自分に最適なレンタカー会社を事前に選んでおくことができるからです。そしておすすめの車種ですが、映えを狙うならコンバーチブルや SUV ですが、初めてなら取り回しの良いコンパクトクラスがおすすめです。なぜならハワイの道ってアメリカだから広いというイメージを持たれるかもしれませんが、実は落とし穴があるんです。それは何かというと駐車場です。ハワイの駐車場って実は結構狭いところが多いです。特にローカルエリアのショッピングセンターなんかに行くと、コンパクトクラスの車両でもドアを開けるときにちょっと開けづらいと思うぐらい1台分の駐車スペースが狭かったりします。おそらく最近の日本のショッピングモールの駐車場の方が広いと感じるぐらいです。 3. 最初の運転で気をつけるべきポイント。最初の運転で気をつけるべきポイントは次の3つです。左ハンドルであること、ウインカーとワイパーのスイッチが逆、右側通行であること。左ハンドルであること。当然ながらアメリカの車は左ハンドルでして、日本車的な感覚だと助手席に座って運転しているみたいなものになります。この運転席が左右逆になるだけで車両感覚の取り方も慣れるまでちょっと大変だと思います。僕の場合はだいたい1日ドライブしていれば左ハンドルに慣れてきましたが、この辺は個人差もあると思いますので、車両感覚がつかめてくるまでは十分注意して運転してください。ウインカーとワイパーのスイッチが逆。日本車の感覚でウインカーレバーを動かすとワイパーが動き出します。またワイパーを動かそうとするとウインカーが点滅しだします。すごいとこはさ、宝くじ1回、あ、ちょっと間違えちゃった1ヶ月にしない今日ダメだ、ボケてる頭いや慣れというものは結構恐ろしいもので、この左右逆のスイッチレバーに慣れるまで結構時間がかかりましたのでご注意ください。右側通行であること。実はこれが一番気をつけなくてはならないポイントなんですが、通行帯が日本と逆で右側通行です。初
走り始めてしまえばいいんですけど、交差点などで右折や左折をした時が要注意です。ついうっかり左側の通行帯を走ってしまいそうになります。そうすると逆走となってしまい、最悪衝突事故を起こしてしまう可能性があります。自分もハワイについて運転し始めた時に数回逆走してしまいそうになり、ヒヤッとした経験があります。これは本当に気をつけてください。4. 慣らし運転をしよう。ここではラグーンドライブを紹介します。僕派の動画内でもよく出てきますが、空港でレンタカーを借りていきなり一般道デビューって結構怖いですよね。ましてや空港を出るとすぐ高速道路入り口なんかもあります。いきなりアメリカのハイウェイデビューってなかなかハードルが高いと思うんです。そこでおすすめなのがここラグーンドライブです。ラグーンドライブは空港のすぐ横を走るまっすぐな道で、道幅が広く見通しもいい。さらに交通量も少ないので、初めてのハワイドライブで自分の腕を鳴らすのに最適なんじゃないかと思います。また飛行機や海が見えたりしますので、ドライブコースとしてもおすすめだと思います。あとこれはハワイレンタカーあるあるなのですが、結構な確率で不具合のある車に当たります。例えばリモコンキーの電池が切れてるとか、ウインカーの玉が切れてるなんてことはあるかもしれないと想定しておいた方が良いでしょう。そういった車両チェックも空港の近場なら、必要であれば車両交換などの手続きもしやすい位置だなと思います。ちなみに自分は11回借りた中で3回ほどこのような小さな不具合を経験しています。一番参ったのはエンジンチェックランプがついた車に当たったことでした。5. オアフ島の主要道路ハイウェイ編。オアフ島主要道路のハイウェイは全部で6種類。では一つずつ説明していきます。 H1 ハイウェイ。 H1 ハイウェイは東側はカハラエリアから始まり、西側はカポレーまでつなぐ全長 43.71km の高速道路で、ハワイ州で最も長く最も交通量の多い高速道路です。つまりオアフ島交通の大動脈になります。ホノルルの街を抜け、ホノルル空港かっこダニエル K 井上空港を抜けて、パールシティで H2 ハイウェイと分岐し、本線はオアフ島西部のエリアの街カポレイへ走っていきます。高速道路なのですが、日本とは違って高速道路料金はかかりませんので、日々の足として多くの方が利用しています。そのため朝夕の通勤時間帯にはほぼ必ずと言っていいぐらい、ホノルルエリアでは交通渋滞が発生しています。オアフ島をドライブするにはマストな道路なので覚えておきましょう。 H2 ハイウェイ、パールシティで H1 から分岐し、ミリラリの町を通過しワヒアーまでを結ぶ全長 13.41km の高速道路です。建設は1971年に始まり、1977年2月に完成しました。 H2 ハイウェイはオアフ島一周ドライブやワイキキからノースエリアに行くドライブコースでも利用する道路ですので覚えておきましょう。 H3 ハイウェイ、アイエアからカネオヘまでを結ぶ全長 24.66km の高速道路です。オアフ島の背骨的な山脈であるコーラウ山脈を長さ 1574m のハラの鉄尾トンネルやいくつかの高架橋を走り抜けていくルートになります。道路が開通したのは1997年12月のことでした。パリハイウェイ、ハワイルート61号線、ホノルルのダウンタウンとオアフ島のウィンドワードエリアの町カイルアを結ぶ全長 17.4km の高速道路です。パリといってもフランスのパリではありません。パリとはハワイ語で崖という意味で、その名の通りパリハイウェイは断崖絶壁のコーラウ山脈を抜けていくアップダウンの激しいルートになります。この道路はワイキキからカイルアの町まで行く時の便利なルートで、ワイキキからおよそ30分でカイルアの町まで行くことができます。カイルアといえばカイルアビーチ、ラニカイビーチ、カイルアタウン観光など、
ハワイ観光でも人気のスポットですので、結構走る機会が多いのではないかと思います。またオアフ島一周ドライブ中に急にワイキキエリアに戻りたくなった時にも使えるルートかと思います。リケリケハイウェイ、ハワイルート63号線、ホノルルのカリヒエリアからウィンドワードエリアのカネオヘまでを結ぶ全長 11.7 キロの高速道路です。先ほどのパリハイウェイと近いルートなので、どのように使い分けるかが悩みどころではありますが、ホノルル側から走ってトンネルを抜けた時のコオラウ山脈を左に見ながら走る景色が素敵なので、個人的にはパリハイウェイよりもこちらのリケリケハイウェイの方が好きです。ちなみにリケリケはデビッド・カラカウア王の妹であるハワイの王女ミリアム・リケリケにちなんで名付けられました。ライクライクと書いてリケリケと読みますので、間違ってもライクライクハイウェイとは読まないようにご注意ください。また日本に帰ってきてからアイライクハワイをアイリケハワイと言わないようにご注意ください。この道路はオアフ島一周ドライブでは使用しませんが、カフクまで時短優先で行きたい場合、ショートカットできるルートとなりますので、ガーリックシュリンプを本場で食べたい、クアラワの海を見に行きたいなんて急に思ってしまい、とにかく急いで行きたい時には便利な道路です。 H201 ハイウェイ、別名モアナルワフリーウェイとも呼ばれている、全長 6.6 キロの高速道路です。 H1 ハイウェイの13番出口と19番出口を結んでいますので、空港に用のない場合こちらの方がショートカットできるので便利だと思います。 H3 ハイウェイに乗りたい、この木南の木で有名なモアナルワガーデンへ行く場合はこのハイウェイを利用しましょう。6、オアフ島の主要道路一般道編。ここでは覚えておきたい一般道を紹介します。ワイキキの主要3本の道、カラカウア通り、クヒオ通り、アラワイ通り。ワイキキの街を走る上でマストで覚えておきたい道路がこの3本の道路です。この3本の道路は平行に走っており、海側からカラカウア通り、クヒオ通り、アラワイ通りの順に並んでいます。最大の特徴はカラカウア通りは東方向へ一方通行、クヒオ通りは交互通行、アラワイ通りは西方向へ一方通行だということです。ワイキキを出てローカルエリアに行く場合、ほぼ確実にこの3本の道のどれかを走ることになると思いますので、この3本の道の位置関係を覚えておいてください。郊外の主要道路、カラニアナオレハイウェイ、カメハメハハイウェイ。カラニアナオレハイウェイはオアフ島南東部を走る全長 29.8 キロの高速道路です。ハイウェイと言いながらあえて主要道路のくくりにさせてもらったのは、実際に走ってみると高速道路を走っているというよりもバイパスを走っているという感じが強かったからです。もちろん主観ですけどね。カラニアナオレハイウェイは H1 ハイウェイの東の終点カハラエリアから始まり、オアフ島の南東海岸に沿ってアイナハイナエリア、ハワイ海エリアなどの住宅街やショッピング施設の横を通り抜けていきます。この辺は走っていてとても気持ちのいいコースです。その後ハナウマ湾を抜けて美しい海岸線が広がる最高のドライブコースを走り、マカプーエリア、ワイマナロエリアを通過し、カイルアでパリハイウェイとカメハメハハイウェイに接続して終わります。このカラニアナオレハイウェイという長い道路名はハワイ王国の元王子であるジョナ・クヒオ・カラニアナオレにちなんで名付けられました。しかし何せ長い、カラニアナオレって日本人の僕にはなかなか覚えにくい響きでしたので、このように覚えました。それはカラニアナオレです。なんとも日本人らしい覚え方かもしれませんが、こうやって覚えた結果絶対に忘れられない名前になりました。カメハメハハイウェイ、カメハメハハイウェイはオアフ島の郊外と田舎を走る全長 107.2 キロの主要高速道路です。ハイウェイという名前ですが、見た目は完全に一般道ですので一般道のくくりで紹介させてもらいました。
とは言いましてもオアフ島一周ドライブをするのに絶対通る道でして最重要道路となります。オアフ島ローカルエリアに入りますと主要道路はこのカメハメハハイウェイ1本だけになります。カネオヘからワヒアーまでの区間はずっと一本道となりますので道に迷う心配はありません。逆に道が1本しかないためたまに工事などによりえげつない交通渋滞に見舞われたりもします。多分今サンセットビーチあたりだと思うんですけど、うん、ずっと渋滞中ですね、うん、晴れ岩がこんなに混むのは初めてですね。7、ワイキキを脱出するためのルート3選。ここではワイキキエリアを脱出して高速道路へ乗るためのおすすめのルート3つを紹介したいと思います。紹介するルートはこの3つ、カパフル通り、マッカリー通り、キラウエア通りです。カパフル通り、これはワイキキの東側にある通りでワイキキから北へ向かって走っている道路です。カパフル通りを北に向かって走っていくと H1 ハイウェイの陸橋に差し掛かります。この先を右折しますので一番右のレーンを走ってください。陸橋をくぐるとワイアライアベニューという通りにぶつかりますのでその交差点を右折します。ワイアライアベニューは基本まっすぐな道になります。プチ情報ですがこのワイアライエリアはレストランが多くワイキキから近い場所ですがワイキキと一味違う郊外の街並みが広がっていますのでこのエリアをレンタカーで訪れてみるのも楽しいかもしれません。さて本題に戻りますがワイアライアベニューを直進するとそのまま H1 ハイウェイへ合流できます。この時2車線あるうちの左側のレーンが H1 ハイウェイへ行くレーンですので左側車線を走ってください。マッカリー通り、これはオアフ島一周を時計回りで行いたい場合におすすめのルートです。まずワイキキエリアの一番北側を走るアラワイ通りを目指します。アラワイ通りは西方向へ一方通行となっていますので左折して道なりに進みますとマッカリーストリートに接続しますのでそこを右折します。なのであらかじめ右レーンを走るようにしてください。マッカリーストリートをしばらく走りますと H1 ハイウェイの陸橋を渡りますので渡ってすぐのドールストリートを左折し次の交差点であるアレクサンダーストリートを左折し H1 ハイウェイの西方向入り口よりハイウェイに合流します。実は後で教えてもらったルートなのですがマッカリストリートからドールストリートに左折してすぐメルカトフストリートという通りがあるのですがここを通っても H1 ハイウェイに乗れます。キラウエア通り、このルートはハイウェイに乗る前から素晴らしい景色が楽しめるコースですので曲がる回数がちょっと多いんですけども、大変なんですけどおすすめいたします。行き方はワイキキ東側からカパフル通りに乗ってパキアベニューを右折、その後モンサラット通りを左折し、さらにその後マカプーアベニューを左折、そしてキラウエアアベニューを右折するとご覧のような高台から一気に下るカハラエリアの街並みと海という素晴らしい景色が目の前に飛び込んできます。坂を下って1キロぐらい走ると左側にカハラモールが見えてきます。その時に見える高架橋の道がカラニアノーレハイウェイですので右折して合流します。8、ここだけは覚えておきたい交差点。郊外に出ると基本一本道なのであまり迷うということもないのですが、この3箇所は迷いやすいところなので、あらかじめ地図を確認して覚えておくことをお勧めします。カイルアの街を抜けるときのポイント、カネオヘの街を抜けるときのポイント、ハレイワのロータリー、この3つです。カイルアの街を抜けるときのポイント、カラニアノールハイウェイを走っていき、カイルアの街に入ると、左折をしなくてはならない交差点に差し掛かります。目印はアドベンティストヘルスキャッスルという病院がある交差点になります。この交差点を左折し山に向かっておよそ2キロ程度進みますとカメハメハハイウェイとぶつかる交差点がありますのでここを右折します。右折したら
その道がカメハメハハイウェイになります。カネオヘの町を抜けるときのポイント。その後約4キロ程度進みますとリケリケハイウェイとぶつかる交差点に差し掛かります。そこを左折します。実は左折しなくても行けるのですが、左折した方が素敵な景色を楽しめますので左折しましょう。どんな景色かはこの後ご紹介します。そしておよそ400メートルほど進みますとカヘキリハイウェイという道にぶつかりますので、そこを右折します。このカヘキリハイウェイは道なりに進みますと後でカメハメハハイウェイになります。では先ほど素敵な景色が楽しめますと言いましたが、このルートで行くとこのような一直線のダウン&アップの素敵な道を走ります。ここはぜひ走っていただきたいのでご紹介させていただきました。あとはハレイワの町までおよそ56キロずっと道なりになります。ハレイワのロータリー、約56キロ道なりに走りますとハレイワの町に到着します。ハレイワの町の外れにロータリーがあります。看板を参考にしてワヒア方面へ進んでください。旧アメリカの交通ルールその他編。アメリカは日本と違う交通ルールがあります。ここではハワイをドライブするときに絶対に覚えておきたい交通ルールを何点かお伝えします。1つ目、右折は信号が赤でも行ける。ここが日本と大きな違いなのですが、アメリカでは赤信号でも右折することができます。もちろん横断歩道に歩行者がいないかとか、左から車が来ていないかとかは確認してください。交通量の多い交差点ではアフターストップライトターンパーミッテッドオンレッドという看板があります。これは信号が赤でも一時停止し右折しても良いという意味です。ただしノーターンオンレッドの看板がついている場合は、日本と同じく信号が青になるまで右折できませんので、間違えないように気をつけましょう。スクールバス。ハワイでよく見かける黄色いスクールバスですが、スクールバスを見かけたら要注意です。前方を走っているスクールバスが停車し赤いフラッシュが点滅したら、後続車は必ず停車しなければいけません。追い抜いてもいけません。またスクールバスが対向車線にいて停車した場合でも、バスの側面から赤いストップのサインが出ているので停車をしなければいけません。小学生の乗降が終わり、スクールバスのフラッシュライトとストップサインが消えて動き出したら発進可能です。ただし中央分離帯で区切られた道路の反対側にスクールバスが止まっている場合は停車する必要はありません。これを守らなかった場合、500ドル、およそ7万円の罰金、痛いですね。これが待っていますので注意しましょう。景色が良すぎるので注意しましょう。特に東海岸、クアルバエリアです。基本どこを走っても映えるオアフ島なのですが、特に東海岸からクアロアエリアの先くらいまではこのような感動的な景色のドライブコースが楽しめますので、脇見運転には注意しましょう。車上荒らし。車を降りるときは車内に絶対荷物を置かないことです。どうしても置かなくてはならないときはトランクなどの見えないところに置くようにしましょう。10. トイレ休憩はどこがいい？2019年のハワイを最後に自分はハワイ旅行へ行っていないので、最新の情報が分かりません。なので多分そう大きな変更点はないだろうという前提で紹介したいと思います。ではオアフ島一周ドライブで立ち寄りやすいトイレスポットはこちらです。ココマリーナショッピングセンターのトイレ、カネオヘのウィンドワードモールのトイレ、クアロランチ、ライエショッピングセンター、ドールプランテーション、この5つのトイレはおそらく今も安心して使えるトイレなのではないかと思います。もしこの5つのトイレについて最新情報をご存知の方がいらっしゃいましたら、コメント欄にて教えていただけたら嬉しいです。
またちょっと古い情報になっちゃいましたが、3年前にアップしたハワイのトイレ40箇所を紹介するという動画がこちらのチャンネルにアップし直しましたので、こちらもよかったら参考にしてみてください。いかがでしたでしょうか。この動画がハワイでレンタカーデビューしたい方の背中を押す動画になれば嬉しいです。楽しいハワイ旅行ですが、そこにレンタカーが加わると行動範囲がまたさらに広がって、もっと楽しいハワイ旅行になること間違いありませんので、ぜひ挑戦してみてください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画でまたお会いしましょう。 Thank you for watching. マハロアフイホー。アルファセンスコンプリート。